ちは。長野インターネット放送局と申します。今長野市は長谷寺に来ております。御開帳ということで、そこで絵解きをされております慈典さんに来ていただいております。すいません、自己紹介お願いします。はい、こんにちは、長谷寺の慈典岡沢京子と申します。絵解きは平安時代の昔から日本人にとても愛されてきました。はい、絵に何が描かれているのかを分かりやすく解くことを絵解きと言います。なるほど。このお寺では古くから絵解きの文化がございまして、はい、私が今引き継いで絵解きをさせていただいております。そもそも絵解きっていうのはどういう役目があったんですか？はい、絵解きは平安から鎌倉にかけて文字が読めない方にも仏教の教えを分かりやすく伝えることができるものでした。はいはいはい、この経典を読んでおきなさいと言われても読めない方もいらしたわけです。そうですよね。はい、でもそういう方でも事前勉強なしにお経を読んでおくとか、はい、仏教について知っておくということなしに、ただ何かが始まるって絵の前に来て絵を見ながら絵解きを聞いているうちに、あ、仏教ってこういうものか、お釈迦様ってこういうことを言ってらっしゃるんだと分かることができた。ですから絵解きは仏教への入り口だったと言われています。じゃあ大事なその役目を果たしたら、そうですね、最前線だったんじゃないかと思います。なるほど。お寺さんにはそういう方は何人も昔はいらっしゃったんですかね？そうですね、どこのお寺にもいらして、はい、大きなお寺ではお参りに行くと最初に絵解きを聞いて、うん、それからお参りになったようです。そこまでされたんですね。そうですね。でも今はもう途絶えかかっておりまして、うん、この絵解きという宗教文化が絶えないようになんとか守って次へ伝えていきたいと思っております。今後ろにも大きな、これ なんていうんですか、はい、釈迦涅槃図と申します。 お釈迦様がお亡くなりになるところを描いた絵です。はい、こちらは江戸時代のものになります。この絵解きでは生と死、死とはどういうことか、どんな生き方をしてどう死んでいくのかをもう昔から語り、絵解きで語られてきまして、絵解きの中でも一番というほど人気のあった絵解きです。なるほど。今ちょうどお釈迦様お亡くなりになるところで、そうなんですか。はい、周りにはお弟子さんたち、はい、上には神仏、はい、一番下には動物たちと、ありとあらゆるものがお別れにやってきたと言われています。それだけ人気があったってことですかね。そうですね。このお釈迦様の亡くなる様がお釈迦様の最後のご説法だったと言われています。ご説法というのは、はい、お釈迦様が教えを説かれることで自分の亡くなる様を最後のご説法として、うん、人はみんなこのように死ぬと、だから精一杯生きなさい、命ある限りよく生きなさいと、そういうことをね説かれたお釈迦様です。この御開帳中は涅槃図ではなくて長谷寺に伝わる古い古いお話で、うん、この長谷寺がどのようにしてできたのかという白助物語という絵解きを期間中ずっとさせていただいております。5月8日まで11時と2時に毎日しておりますので、はい、またぜひご参拝ください。そしてこの釈迦涅槃図は毎年、はいはい、こちらはお釈迦様のご命日、月遅れのご命日の3月15日に10時と2時にどなたでもお入りいただけるようにしております。またぜひ。はい、命日なんですね。そうなんです。2月15日がご命日で、はい、信州では月遅れでするところが多いです。なんか今後の予定はどんな感じなんでしょうか？3月15日がこれで2年コロナのために中止になってしまっておりまして、はい、それでも少しずつ絵解きまた動き出しておりますので、うん、来年はぜひまた3月15日この涅槃図に出会いにいらしてください。今ご開帳中いたしております白助物語の絵解きは、うん、6年に一度、数えて7年に一度のご開帳の時と、うん、秋のお祭り秋分祭の時に、うん、白助物語をしております。毎年は聞けるんですね。じゃあ、そうですね。あ、なるほど、はい、ぜひみんなのために頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。また入り口として頑張って努めてまいります。どうぞまたおいでください。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今長野県は、長野市の外れにあります長谷寺に来ております。今日は御開帳だということなので、そこのご住職さんの岡澤さんに来ていただきました。すいません、自己紹介をお願いします。はい、長谷寺の住職で岡澤慶長と申します。ただいまお寺の御開帳ということでね、皆様のお参りをお受けしております。なるほど。まあ、御開帳というと7年に一遍というふうに俗に言われてるんですけども、はいはい、その辺はこう善光寺さんともこう日にちを合わせた形なんでしょうか。当山はですね、はい、12年の中で寅年と猿年と、まあ、古来決まっておりまして、むしろ諏訪の御柱の年ということでね、はい、この年は古来鬼門の巡りとも言われていて、この年に御開帳あるいは御柱を立てて世の中に神仏の尊い鬼を広めようという願いがあるそうです。まあ、善光寺さんたまたま1年延期になられまして ね、そんなことで今年は一緒に御開帳させていただいております。というわけで、まあ、あの7年に一遍の御開帳なんですけども、今日は、まあ、5月に入ったんですけども、いつまで行われてるんでしょうか。はい、もう間もなく5月8日までということでね、はい、あと数日でお扉がまた閉まるわけですが。なるほど。御開帳と、まあ、一言で言ってもどんなものなのか、はい、どんなようなこう意味があるんでしょうかね。そうですね、まず、まあ、秘仏と言いましてね、はい、昔から非常に功徳があってありがたいお力のある神様、うん、仏様というので、その姿は次第にですね、秘められる、まあ、むやみやたらに、見るものじゃない、ね、うん、ありがたいものほど大切にしまわれて、うん、奥へ奥へと、秘められていく、そういうことがあったようです。そしてまたとりわけ日本の仏教は神道というね、うん、古来の神様の教えとともに発展してやがて一つになって神仏一体の教えとなりました。やはり神様の姿というのはね、容易に人の目に触れるものでもないということで、当山長谷寺の観音様は、女神と一つになったという、そんな伝説もあることから、うん、神仏一つの尊いお姿、こう普段は大切に、秘めて、そしてどう決められた年だけ扉を開きましょうと、このようなことじゃないかなと思います。この長谷寺さんの秘仏11面観音、はい、ただの観音様ではないということを先ほど絵解きを通してお聞きしたんですけども、その辺ちょっと。そうですね、まあ、まず当山のご本尊は、全国に広がった長谷観音といいましてね、日本中に広がった長谷観音信仰の一つです。で、中でもたくさんある長谷寺の最も古いお寺であるということで、日本で最初にできた長谷寺、うん、まあ、そういう言われもあります。さらに、その長谷観音はできた時に女神がね出現しまして、はい、その女神が寺を作った男を助けて、はい、不思議な力を与えて、うん、最後に、その男が祀った観音様の左手に自分の手を残したという、まあ不思議な言われがあります。その時以来温かなままだと、人肌観音というんですね。まあ、これはまあ私たち祖先のもう神仏を共に敬う心も教えてくれてるし、仏教という外から伝えられた教え、まあこれが当初はねまだまだ人々には決して温かなものではなかったかもしれないんですが、日本の水の女神と合体をしてですね、うん、すると血の通ったぬくもりを持って人々を救う教えとして温かな観音様になったと、うん、人肌観音というね誠に、まあ、霊妙なお名前がありまして、うん、そもそも善光寺如来のお告げと、はい、奈良の長谷観音のお告げでねできた、はい、そういうお寺でもありまして、まあ、この善光寺如来も奈良の長谷観音も共にですね、昇進の如来、昇進の菩薩っていうんですよ。これ生身ってことなんですね。我々人間のごとく温かなお体を持っている、これが善光寺如来、奈良の長谷観音、その2つのお力でできたのが人肌観音というところは、なかなかこうね、昔の人たちの心を感じます。
なるほど、地域にこう開放されたお寺さんというふうにお聞きしてまして、はい、年間を通していろんな行事があるというふうにお聞きしてるんですけれども、はい、その辺のところはちょっと、ああそうですね、まあ、地域のお寺っていうのは古来とりわけその文化的な意味合いでも情報のセンターだったり文化財が集まる場所だからこそ人々も大事にして、まあ、祖先を祀ると同時に、地域の大切なものをそこで守り伝える、まあ、そういう意味で今でも古いものが大切なものがね守られている、うん、ぜひまた、まあ、限られた日程ですけどねその宝物にも興味を持ってご覧いただければと思います。なるほど。普段は展示されてないんですね。もう全て普段は閉まってありますので、ね、じゃあ7年またそれを逃しちゃうと。そうです、7年後ですね、はい。まあ、今後どんな風にこうお寺、やっていこうな行こうと思ってるんでしょうか。はい、私個人の考えというよりは、はい、やっぱり観音様の願い、はいはいはい、仏様の願い、それはやっぱり人間の願いだと思うんですよね、うん、ですので仏様のその慈悲の心っていうことを未来に伝えられるように、うん、あるいは現代の人たちがほっとできてまた生きていく思いをこう蘇らせることができるような場所として、皆さんと一緒にお守りしていきたいと思っています。ぜひ皆さんのために頑張っていただきたいと思います。こちらこそ皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。